さあやりましょう、妖怪三国志国取り坊主のガシャ動画でございます。さあ新年明けましておめでとうございます。新年明けたということで、こちらのコイン、お年玉コイン2020というものが1月1日から3日まで配布されております。撮影している本日は3日でございまして、123ともすべていただきました。所持数が30枚ございますね。こちら宝珠がもらえるというお得なガチャなんですね。で中身の方を見てみましょう。宝珠は最低10個からもらえるとのことで、今までもらってきたあのなんだっけ福コインとは違って、最低10個最大5000個が出るそうですね。ツイッターの方で報告を見る限り、10枚引くと1個は50が出てるって感じで、50が何個も出てる方が多いみたいで、今回やっぱり割合が高めになってるみたいですね。ただ100以上っていうのはあんまり見かけないですね。ということなんで、私が今持ってる宝珠は1946個でございます。課金したわけですね。あと、まあ、ここだけの話、このフェスガシャのやつ実は撮影したのに撮影ミスで撮れてませんでした。撮影ミスはもう今年2回もやってるんですよ。なんでですかね、携帯壊れてるんですかね。ん、私が壊れてる、このバカチニャーってことは置いといて、早速回していきましょう。ただこっちのステップアップガシャもね、回したくてね。フェスガシャって今3日じゃん、4567890、4567890、あと7回行かなきゃいけないの。これ240×7 1680個で合ってるね。4567890だから、で1946だから、1946は今266個余る。つまり266個をステップアップガシャに回せるわけで、ステップアップガシャって私はこっち引くつもりなんですけど、あ、これじゃない、どれだ、これ、これ引くつもりなんですけど、これは全部で700個かな。700個必要なんで、この、お年玉ガシャで、最低は700だから500個ぐらい引かないと厳しくなってしまいます。まあ、最低100が出るんで300以上確定はしてますが、50とか出てくれないとちょっと厳しくなっちゃいますね。266か、ちょっとメモっとこう。じゃあ早速回していきましょう。思いっきりここはね、10でいきましょう。お願いします。ちょっと朝だからさ、声出ないの。まだ起きて20分ぐらいしか経ってない。じゃあにお願いします。さあお願いします。出るか、ウェイウェイ、あ、いいんだぞ、金いっぱい出てくれ。黒黒黒黒、青青青青青。もう10。わあ。むしろあんまり見ないぞ、この光景は。全部10でした。おかしいですね。今年は運も悪いんでしょうかね。全体的に運気が下がってるみたいです。10×10 で100個ゲッチュでございます。今、366個、ステップアップガシャに回せそうですね。これはきついぞ、ちょっと。ミュースパ何やっとんねん。じゃあもう一回10回しましょう。今のはちょっと幻ってことで。頼みまして。さあ、にんお願いします。お願いします。課金だってしたんだから当たらないと。ウェイウェイ、どうですか、黒黒黒、青青、赤1、赤が出た。赤は期待できそうだね。10、50、やったー。なるほどね、10×10 で90+50、140個、減中です。ありがとうございます。140だよね、10×9+140 は現在506個余ってます。あと200個ぐらいは出てくれないと困るんです。50が4個ぐらい出ないと困っちゃうんだね。頼みますよ、ミスパーさん。いや、これ一度戻って、おまじない。よし。ほんと、頼みますぜ。5000とか全部5000でいいんだからね、本当は。そう。ね、ケチることはないんだぜ。さあ、にん、お願いします。キュエー！
願いします。頼むぞ。ウーイウーイウーイ。黒くな青青。くそ、今年は運が悪いな。さあ10 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 10
606個、微妙すぎるな。606個今こっちのステップガシャに回すことができます。あと100個集めなきゃいけない。まあ月末までにあと100個だからたまるかな。ビンゴミッション見てみよう。ビンゴミッションもあとちょっとなんだよね。これたまるとビンゴ宝珠、あ、宝珠50個もらえるんだ。じゃああと50個こっちでなんかゲットできない？難しそうか。なんとかしてゲットしないとですね。まあ現実的に可能か。10バックだと思ってもなかったぞ。動画を撮ると当たらない説っていうのがありますが、やっぱりそういう系なのかな。ということで、今回は年末年始早速のお年玉ガチャ2020の動画でした。はい、ということで、今年も1年良いことがありますようにということで、本日はここで一旦終わらせていただきます。はい、ありがとうございました。僕たちは時代を打眼のようなスピードで飛び越える。過去の未来も君たちに会うためなら迷わないよ。